シカが幾の果て上脈を刺しちゃって病弱な恋が飛び出すもんでレスポールさえも狂気に変えてしまいました。好きですが国語がどうもダメで嫌いでした。私のがどれか悩んでいればどれも不正解というオチでした。本日の宿題は無駄せいな僕のこと想像しない不自由ない最近に生きていて手戻して僕たちは時々に来て毎日楽しんでいるんだ楽しんでいるんだ。僕さんのこの感じが読めますか。あの子の心情は読めますか。その子の僕のクソメたのは追いだめなんだよ追いだめなんだよ。その晩でこの危機が解けますか。あの子の首の輪も解けますか。僕たちこのまんまでいいんですか。追い出すんだよもう追わないや。僕たちは存在な催眠に酔っていて同情もないくらいの挙動を